がしわくちゃ。はい、どうもこんばんは、ティビです。はい、ということで皆さんお待たせしました。本日から5日間連続での TWICE サイン会動画。いやもうね、開始早々もうテンション高いんですけど、もう前回のエピソード0みたいなの見てもらったと思うんですけども、ほんとにねいい感じだったんです。っていうよりねもう最高だったんです。だからこそこれぐらいテンション高いんですけど、はい、ということでね、サイン会のね内容を話していこうと思うんですけど、まあ、前回ね3回に分けてやったんですけど、今回5回ということで、それぐらいこう内容がいい人がいっぱいいるんですよ。で大体こう2人ずつみたいな形で今回もやっていこうと思うんですけど、まあ、毎回ねどうせやるんだったら明日誰が来るんだろう、明日その次の日は誰が出るんだろうみたいな感じでね、こう楽しみにしていただきたいと思うので、明日以降のメンバーは特別言いません。順番なんて言わないぞ。そう、ということで今日はですね、もうタイトルの方に出てると思うんですけど、今回はダヨンさんとチヒヨちゃんをね紹介していきたいと思います。いや今回よかったよまあね、もう最初の方に言っとくんですけども、今回2人の中での大目玉はですね、もうサムネにもなってると思うんですけど、今回はダヨンさん。意外でしょ。僕はこうナヨンさんをこう特別こうピックアップしてっていう動画あんまり少ないんでね、こう驚きの方もいると思うんですけど、それぐらいナヨンさんめちゃくちゃ良かった。まあ、ジヨちゃんの方もねめちゃめちゃ良かったんですけども、ねもうここにいるだけでめちゃめちゃいいんですよ。もうこの場にいるってだけでね、本物だみたいな感じでめちゃめちゃ良かったんですけど、ちょっとですね前半の方でめちゃめちゃ僕時間使っちゃって、もう2人分ぐらい空いちゃったんですよ。だいぶ前半で時間取ったがために、ジヒョちゃんは最後の方だったんですけど、もうね本当にめちゃめちゃ短いです。下手したらほんと30秒ぐらいかもしんない。他のメンバーも1分とか1分半、下手したらこう2分ぐらい喋ってるメンバーがいて、でもそんなしてたらもう横の人がいないんですよ、2人分ぐらい。だからもう最後の方慌ててこうもうあーって喋りたいこともいろいろあったけど、もう横行かなきゃっていうのが頭いっぱいで、もう全然喋れる内容なくて、もう失敗したー。ということで、ジヒョちゃんは後ろの方でめちゃめちゃ短かったです。ジヒョペンの人ごめんなさい。けど、ナヨンペンの人、めちゃめちゃ珍しい映像あるから。ナヨンさん、みたいな感じの映像だと思います。はい、ということで、早速行きましょう。はい、ということで、まずは、ジヨちゃん。もちろん、ジヨちゃん、可愛かったー。てかね、もう本当に、今回のサイン会が1年ぶりなんですよ。なんで、1年ぶり、What is love ぶりなんで、初めて、こう、ショートカットになって、ショートカットの去年の夏ぐらいなんですけど、もう、ショートカットになったジヨちゃんと、この距離でね、会って、このハイタッチ会とかはまた別ですけど、喋るっていうのは初めてだったんで、わ、ジヨちゃん、ショートめっちゃ似合うみたいな。めっちゃ思いながら、もう目の前にいた瞬間、あー、ジヒョンちゃん、ショート好きーみたいな感じで、初手で、わー、なりました。まあね、入って最初にももちろん、あにゃーせよーって言ったら、向こうもあにゃーせよーって返してきてくれて、その後ね、自分こう、バッグ持ってたんですよ。そのバッグっていうのが、そのぬいぐるみとかを入れてたバッグで、それがめちゃめちゃいろんなところで、これもうほとんどのメンバー全員なんですけど、こうバッグが引っかかっちゃって、で、もう横の方見て、あーすいません、すいませんって言ってる間に、こうサインしてもらうアルバムをね、こう渡しまして、で、ここにね、こう見てもらえばわかるんですけど、こう、書いてほしいところに名前書いてあるんですよ。名前とか、こう目印になるもの書いてあって、で、ジヒョちゃん、これです。ジヒョの字っていう字書いてます。でこれ渡して、でジヒョちゃんはみたいな感じでこう自分もこう探しちゃって、一応ね名前順でこれ横書いてたんですけど、こうめちゃめちゃ探してあーってやってたら、もうジヒョちゃんの方からヨギーみたいな、ここみたいな言ってくれて、あーねーねーマジャヨマジャヨみたいな感じで、そうですそこですっつって、もう早速そっちの方に書いてもらって、で今回ジヒョちゃん何話そうかなって最初からずっと悩んでたんですけど、まあ、やっぱり伝えたいことって、ドームツアーの時にやっぱりこうジヒョちゃん日本語めちゃめちゃ良かったんです。めちゃめちゃ良かったっていうか、めちゃめちゃ頑張ってね MC やってたりとかしてたんですよ。もうさすがいいなと思いながら、なんでねこう東京ドームめちゃめちゃ感動しましたみたいな、感動パラソよーって言って、ちゃんと韓国語でね感動しました。 MC もめちゃめちゃ良かった、もう日本語上手でしたって言って
て、でもちゃんと伝わって MC 韓国語のむちゃれよちゃんと伝わって、でそしたらジヒョちゃんの方もあーこんばんはって言って、でその後やっぱり私もちゃんと韓国語で伝えましたから、ジヒョちゃんが韓国語ちゃれよ、韓国語上手ですねーって褒められちゃったね、嬉しいですね。こう韓国語でこっちもさ頑張ってさ韓国語で喋ろうと思って韓国語で喋ってさ、それちゃんと上手ですね、韓国語上手ですねって言われるとさ、やっぱり嬉しいじゃん。異国の地の言葉をね頑張って使った時に、あーすごい上手って言われたらやっぱり嬉しいじゃん。それがさ TWICE でもっと嬉しいじゃん。でも思わずえちんちゃよってもうジヒョちゃんが書き終わったらね、もう横が2つくらい空いてるからもうすぐ横行かなきゃと思って、あーカムサムニダまた会いましょうって言って、で向こうもまた会いましょうって、もう最後の最後でちゃんと日本語使ってくれて、はあもっと喋りたかったー。マジでね、サイン書いてね、時間配分わかんない。はい、ということで、せっかくなんでね、こうサインの方を見せていきましょう。あ、こっちに書いてあるんだ。いや、ほんとは、もう自分ね、ここにジヒョちゃんいて、かわいいこのジヒョちゃんと思って、だからここの方にね、書いてもらおうと思ってたんですよ。だから、もうここにね、つけてるんですよ。ちゃんと札。札っていうか、しおりっていうか、何？付箋？つけてたんだけど、その前のページに、書いてくれてました今日から前回のサイン会と同じようにフルでね映像を見てもらいましょう。どうぞ。ということで今回の動画の大本命ナヨンさんでございます。もう正直に言うんですけど、ナヨンさんね毎回喋る内容悩むんですよ。それこそさっきのねジヒョちゃんみたいな形でこう頑張って韓国語で喋ってってしたら、韓国語チャレよって言われて、韓国語上手ですねってちゃんと言われて、しかも去年はこうメッセージも書いてくれたんですよ。これ1年前のやつ、懐かしい。はい、去年のナヨンさんね、はいこういう形で韓国語飲むチャレよって、韓国語とても上手ですねってこう書いてあったんですよ。本当にねそれぐらいだったんですよ、ナヨンさん。だからもう前回ね、もう悔しすぎて、ナヨンさんね、もっと喋れたじゃん俺みたいな、もう今回のジヒョちゃんみたいな形だから、もう今回ナヨンさんも最初の方だったんですけど、頑張ろうと思ってめちゃめちゃ頑張った。まず入ってアニアセヨって言ったら、もうナヨンさんの方からねこんにちはってすぐ日本語で言ってきてくれた。ああこんにちはみたいな、こっちもびっくりしちゃって、でもちゃん日本語で言ってくれる、はあちゃんと日本人ってわかるんだと思って、まあそうだよ日本人だよね。でも速攻これをね渡しまして、で二人でまたナヨンさんのところを探して、あーちゃかまにょあよぎよって言って、もうここすぐ教えて、あーねーって、ありがとうよでもその後もうすぐ書いてくれてて、でも書いてないでもちゃんと今回もうしっかり喋ろうと思って、もう俺もね多分ね前回と同じ内容を最初に口走っちゃったんですけど、MC だったかな、ちょっと忘れたんですけど、ドームツアーイルボの飲むチャレよって言って、前回ハングゴ飲むチャレよって、もう前回も同じ内容を言っちゃったんですけど、その飲むチャレよって言ったら、もうナヨンさんがうーんみたいな言ってて、もうそんな全然ですよみたいな感じでうーんって言ったから、いやそんなことないよ、飲むチャレよみたいな感じで、本当にこんなこういう感じで僕顔してたんですけど、どんどんチャレよーって言ったら、めちゃめちゃ優しい顔で、こまおうよーって言われて、こっちが出ちゃいました。で、どうにかも会話続けようと思って、でももうまたすぐドームの話、ドーム、あー、ちゃかまにょみたいな。ちょっと待ってね。
なんて伝えよう、なんて伝えよう、疲れましたかって伝えなきゃと思って、疲れましたかって、そこ思った言葉がすぐ私ね、口に出ちゃうの。疲れましたかって日本語で言ったら、向こうはポカーンってなるじゃないですか。そしたらナヨンさんポカーンってしつつも、自分が言った言葉をそのまんまオウム返ししてきて、で、なぜか俺そこで、あ、日本語理解してくれたんだなって感じがして、疲れました、あ、疲れました、あ、そうみたいな感じになったけど、これ絶対伝わってないなっていうことをすぐ察知して、速攻で、なんだろう、疲れました、わかんねえけど、お疲れ様ならわかる、うん、すばしょすみだボキャブラのなさ。同じようにも感動しましたっていうことを伝えようと思って、あーもう本当によかった、感動パターンそうよーみたいな感じで、こんな本当にこんな顔してたの、私そんな顔もしてさ喋るさファンなんていないんだろうね。ナヨンさんもびっくり、あー感動しましたかーみたいな感じで、そしたらもうナヨンさん大爆笑そしたらね、こう前のファンの人が渡してくれたそのウサギのね、こうピコピコするやつあるじゃないですか、韓国のピコ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 するやつ、あれをなんかこういじってて、こうピコピコしてたから、あ、感動しましたって言いつつも話し続けなきゃと思ったから、そのピコピコしてるのを見て、あっかわいいって言って、イエップだーみたいなずっと言ってたら、もうナヨンさんがこうキラーンみたいな、目の前であの顔されるんだよ、ナヨンさんに、めちゃめちゃ可愛かった。そしたらもう自分もあはーみたいな感じで顔してるから、向こうはもうすごい、やばい、何この人みたいな、そんな顔動くみたいな感じで、もうめっちゃ笑ってて、もうナヨンさんもう笑いすぎて自分の顔隠しちゃうぐらいもう笑ってたんですよ。で、あまりにも笑うから、え、めっちゃ笑うやんみたいな、で思わずこうなぜか分かんないけど、俺後ろの人に向かって、めっちゃナヨンさん笑ってるよみたいな感じで思わず後ろ向いちゃったんですけど、で、めっちゃ笑ってるっていう言葉がおそらくナヨンさん分かんなくて、分かんないよね。そしたらナヨンさんが何みたいな、で俺もめっちゃ笑ってるじゃないですかっていうのを俺必死にずっと日本語で言ってるっていう。花屋お互いずっとパニック、俺は日本語伝わってると思って勘違いしてるから、ずっとめちゃくちゃ笑いますねみたいなことで言ってるけど、向こうは「あー何?」みたいな、なんか変な人みたいな感じになって、そしたら隣がね、ももちゃんだったんですよ。で、ももちゃんにめちゃめちゃナヨンさんが「え、何この人?」みたいな感じずっと言ってて、で、ももちゃんはもうもちろん知ってくれてるじゃないですか、アマキリみたいな感じでずっと言ってて、めっちゃ面白いみたいな、ももちゃんに伝えてて、そしたらももちゃんがもう速攻でこう通訳してくれて、めちゃくちゃ面白いだってみたいな感じで、そしたらもうももちゃんの席の方に座ってるんだけど、もうナヨンさんがあまりの面白さで、もうこっちの方見て、めちゃめちゃ面白いですみたいな感じでこうずっとこうってしてくれて、で、そしたらもうももちゃんが、ナヨンさんがこんな笑ってるの見たことないって言ってて、そうだよね、俺もサイン会であんな大爆笑してるナヨンさん、俺マジで見たことないかもしんない、あー可愛かったはい、ということでね、せっかくなんで最後の方まで見てください。待てよI'm gonna kill you.
ということで1本目はこういうような形になっております。やばいな、話しててめちゃめちゃ汗かく。もうねこれ今2人分しか喋ってないですけど、あのね45分喋ってた。ということで明日も楽しみに待っててください。